え、テセさん行くんですか、チョコザップ。うん、チョコザップ行ったら、じゃあ行こうよ。じゃあ一回行きます。一回行こう。逆にご褒美も欲しいわ、マジで。そう、あ、行った、え、行って、じゃあ行ってご褒美はおかしいもん。行ってご褒美はおかしいから、行って、うん、なんかその例えば体重何キロになったらとか、何キロ減とか。そうそうそう、そういうことね。1ヶ月。じゃあ、あ、じゃあさ、せっかくさ、ケムさんいないじゃん、うん、何も言わないで、このことは。ケムさんに、痩せたとか。あ、なんか太くなったな。動画見たら終わりじゃん。これ見られたらもう。これ見られたら終わり。見るよ、多分、ケム。いや、見ない。20分あったら見ないか。動画20分。見ないか。いける。で、なんか、3本ぐらい見ちゃう、この日。パパパンとか。埋めさせて。埋めさせて。か、まあまあ、ケムが見てたら、まあまあ、もうこれはできないけど。でも体重、わかりやすく。でも体重だと、まあ正直その筋肉量とか。そうなんだ、ね、そうなんだ。あれは体脂肪率は？チョコザップは体脂肪率測れる？そう、だって体組、あ、体組成系があるのか、うん。あるから。あ、じゃあそれを、まず、じゃあ、今入会すると。入会したらもらえるから。入会金0円の上に、それをもらえますか。ヘルスウォッチと、ヘルスウォッチともらえるから。じゃあそれで、体脂肪率、ちょっと何パーセントかわかんないけど、どんぐらい減ればいいの？10? 体脂肪率 10% になったらいいってこと？あ、いや、10% 減らす。え、10% 減らすはだって。あ、だからその、元が例えば15で、それを5にしろとは言わない。もちろん。その、うちも一応あるから、測るかいいの？一回測る。一回測ろうか。あるのかい。俺と石で勝負は？あ、いいね。あ、じゃあ、そうしよう。勝った方？より減った方。その割合で、割合で。割合でね。うん。もちろん、だテッセの方が多分細いもん、今。まあそうね。その、うん、そうね、あれで言ったら。だから、その、何十、今、パーセント分の、いくつか。うん、まあ、だから20が15になったら、うん、まあ4分の3になったよね、うん、みたいなことね。石、うんうん、見して。ちょっと俺は携帯がないんだよ。携帯ない。あ、あったあったあった。これで見れるから。こっちには出ない？いや、体重しか出ないんですよ。あ、そうなんだ。何それ。こっちの、え、どういうこと？アプリかなんかを連動してるってこと？そうそうそう、これと連動してて。身長とか入れないといけないじゃん、鉄製の。これ今服着てて OK。これちょっとズルできちゃうけど、今体重重いよってできちゃうけど、いいね。まあ、とりあえずこれでいこうか。一旦一旦、後でちょっと細かいのを測ろう。あ、俺めっちゃ太ってる。太ってんね。65.1 の、で、体脂肪率は？これどれどれ、ちょっと画面割れてるけどね。ん？ 52.3 が筋肉。15.3% 脂肪なんだ。ああ、まあじゃあ一回公平のだけでいいか。テスのだってそれ入れなきゃいけないでしょ。だって身長とか、もろもろ。あ、これ大丈夫。え、そうなの？え、いやいや、おかしくない？そしたら。一撃でも。体脂肪、いや、それ多分無理だよ。身長何センチの人の体脂肪率とかになるから。え、多分それ BMI とかでしょ。だって。体脂肪率は体重から筋肉と脂肪の、あれをしてるだけだから。え、じゃあ出るってこと？出るの？鉄製のも。うん。まあ一回服着た状態でやって。基礎代謝とか内臓脂肪、俺めっちゃ太ってる、びっくりした。これ過去最高だわ。余裕で。次、鉄製さんね。まあ身長とかもろもろ設定変えて、うん。うん、変えた。はい、60?2.05。はい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 。あ、ちょ、途中で降りたからあれになっちゃった。いいか、もう一回いいですか。はいはい、今やってます。はい、OK。 これ、訂正さんね。 11.1% プロスポーツ選手とかそのぐらいなんじゃない？ 10% 前後って。いや、でも、あ、標準タイプって、ボディタイプは。でも、ちょっと待って、ごめん、体脂肪率 11% から減らすのしんどいと思うから。あ、じゃあもう、せいさんの体重でいいんじゃない？もう、ほんと、パッと見じゃない？見た目にしますか。勝負。その、あ、オッケー、じゃあ。この審査員。俺、審査員で。今日写真撮って、じゃあ期間決めて。あ、そうね。二人で、うん。その、ビフォーアフターで。うん、そうね。じゃあビフォーアフターは、あ、どうする？これビフォーって見した方がいいのか、さすがに。今はとりあえず。今は見した方がいいか。
あ、じゃあ写真最後にこれ差し込むわ。そしたら、二人の。並べて。乳首だけ隠して、上半身の写真並べて。あの肌とかも、あの、フォトショーで綺麗にして。いいってそこ。ラインカメラとかで見ちゃう。いいって。そしたらもういろいろできちゃうから。その、ここの顎のラインとかも補足できちゃうから。わざとこうしといて、逆にだから。感動する俺に今からやらせをやれって言ってるの。こうしといて。で、逆ができるわけだから、これができるってこと。スマスマの時の五郎ちゃんみたいなね。これできるから。あれやればいいの？うん。分かった。じゃあちょっと、最後に差し込みます。うん、ビフォーの写真は。うん、で、1ヶ月後、今、ごめん、1月31日。そうね。今日。だから2月1日の、うん、から、ウルード氏今年って。普通27まであるの？じゃあ29 28、うん、ちょっと分かんないけど28どれ分かんない。2月末28とりあえず2月末1ヶ月。もちろんもちろんもちろん。だから大変よ、1ヶ月で帰んのは。あなたはもう夜晩酌できません。あなたは飲み歩きできません。マジか。はい、まあしてもいいけど、まあね、買われるならどうぞ。そう、買われるならどうぞっていう話。まあ、ね、負けてもいいんだったらいいですよっていう話、うん、え、これね、勝った方は何？どうしたい？負けた方の罰か、勝った方のご褒美どっちまず？負けた方の罰と勝った方のご褒美が一緒になれば一番いいんじゃない？だから負けた方が勝った方になんか美味しい焼肉おごるとかでもいいし。あ、負けた方が、うん、あの勝った方のジム代も払う。1ヶ月のね。1ヶ月の3000いくら？3000いくら。ああ、なるほどね。いいんじゃない。でも俺、それできるんだったら、もっといいジム通ってもいいかもな。確かに。チョコザップじゃなくても。確かに。もう、俺、マジで見た目でいくからね。その、体重とか、うん、そんなんどうでもいい。筋肉だったら、だって、1キロ増えたらめっちゃ見た目変わるから、多分、うん。そうね。だから、まあ、ほんと、バッて脱いだ時に、そう。えって言う方ね。うん、なる方。これはマジの勝負じゃん。マジ勝負だな。ほんと、一番 YouTube みたいな企画じゃない。初めてやるんじゃないこんな企画。うん、その1ヶ月分のジム代を出すが1個、うん、とな、なんかなんとじゃあと食いたいもん食わせてやるか。いや、もうそれがいいと思う。そうね、頑張った分、ね、頑張った分ご褒美でね。だからそうね、お互いだから訂正だったら何が食べたい、小平だったら何が食べたい、うん、何が食いたいは決めずに、うん、一旦ね、一旦その時に一番食いたいものの、うん、確かにな、一番いいもの食わしてあげる。頑張って、まあ、食事制限もしてるだろうよ、うん、そうそれ乗り越えた時に一番食いたいもの。ああ、いいじゃん。それでしょ。焼肉なのか。なのか。ショートケーキなのか。うん、それわかんないけど。オッケー。楽しみじゃない？マジ対決じゃん。マジでよ。1ヶ月後本当にやるからね。忘れちゃダメだよ。28日。28日。うん。1年。まあ、その近辺、ちょっと前後スケジュールが合うかわかんないけど。前はやめて。あ、もちろんもちろん。それ以降にはする。でも以降にするんだったら、2人とも終われないからね。その、まあそうね、28で終わった、やったはできないからね。全然いけずに続けていくことだし。続けるつもりだし。そう、1ヶ月でやめるんだったら意味ないもん。そう、続けていくことだから俺。いいよ、じゃあそれで行きましょうか、うん、とりあえず。え、ちょっと、テイセさん、そのどんぐらいガチでやるかだけ教えてください。なんだよ、そのどんぐらいガチでやります、これ。え、マックス頑張ります。いや、マックス頑張ろう。え、っていうかさ、何その、何それ。え、そのさ、俺だって今日夜、そのカズキおすすめのエビフィレをバイバーガー食べようと思ってたから。そういうのとかも、もう変わってくるじゃん、こうなると。そうだよ。でもね、なんかそんなん、だってさ、今これ30分ぐらい撮ってんだぜ。それ見てくれてる人にさ、え、これちょっと待ってください、どんぐらいガチでいきますなんて、そんな恥ずかしいこと言える？食べたい日ありますよ、美味しいもん。だから、石の場合はなんかその、負けても面白いみたいになるから、いいじゃんって思ってるとこあるから、これもガチでやった方がいいと思う。うん、そう。だったら俺審査なんてしたくないもん。うん、そう。あ、そんなおふざけに、うん、1ヶ月振りにして、そうそう、結局もっと太ってましたとか、ね、僕誰でした、えへへみたいなのは見たくない。そう、これは減ってるから面白いから、減ってるからめちゃくちゃ面白い。ガチでお互い減ってんのに、うん、そう、ここの僅差で争う。そうそう、これ、うん、ちなみに今お腹どんな感じですか？これね、有利だと思うの俺が。まあね、かわいい、うん、あ、俺の、ね、俺そう、元がね、テッセはね、もうだってほら、これじゃん、これ俺正直めっちゃ有利だと思う。まあ、全然俺タトゥーとかまだ入ってないから。まあ、これからいいなんか。いや、横から見た感じ。確かにな。全然違うじゃん、正直。ここちょっといい？あ、ちょっとそれ以降いくとタトゥー見れちゃう。なんでだよ。いや、細いってもです。ガリガリだって。いや、でも、その、いいってなんていうの？そのバキバキ感だったら俺の方が
あ、そうそうそう、そうまあね。それはね、うん、そうなのよ。ラインとか切れみたいなものは、鉄線の方が入るかも。石の方がでかくなる可能性はあるぞ。あるある。そうね。だからこれを、基準をどこにするかは、もう僕にさせてください。そうね、見た目のインパクト。うん、もうこれだけ。だからこの、腹筋割れて、シュッってなのか。もういいし、うん、もう、でかそう。なのか、どっちでもいい、うん、マジで。わかった。まあ俺もでかくてバキバキにするけどね。俺もう、おっぱい作る。マジで。おっぱい作る、うん、ブラジアしてる。マジで。これだ。胸筋でかくする俺。オッケー。じゃあちょっと1ヶ月後に、お二人とも、1ヶ月間頑張ってください。なんか、急遽。しかも、自分から発信するってあんまないからね。確かにね。俺が言うとかならわかるけど、やらされてるとかじゃないもん、ね、そう、ほのほのが勝負しましょう。始めてる、始めてる。あ、あ、なにそれ、え、それ何、片足のそれ何、一番ここに負荷かけてる、ハムストリングにめっちゃ負荷かけてる。じゃあ二人とも、うん、1ヶ月後に、1ヶ月後よろしくお願いします、まあ、はい。どう撮れてる、写真でしょこれ今動画。あと、うん。いやその。なんだよ。ありがとうじゃないんだよ。でもその女性の隠し方だからそれ。そのいいのよ。乳首だけ映らないように高い色なんだから。そのこうした人は女性としての恥ずかしさの方で隠してる人だから。見せないと今の状態をできるだけ。何ちゃんと隠してんの。恥ずかしいでしょ。だってさ、その乳首、女の人だって乳首隠したら OK なわけないじゃん。そうよ、女性はもちろん胸は胸じゃん。そう、女性は分かる。胸じゃんは恥ずかしいから。何が恥ずかしいんだよ今男3人でさ。色だけ隠せばいいのよ。色を隠してほしい。お前おっぱい見えてるから。見えてるよ。いいのお前おっぱい見えてる。下乳見えてるよ。見せてるよ。だってこの今の状態見てほしいんだろ。一旦お前おっぱい、お前 YouTube のおっぱいの音がしてるよお前。なあ、何ちゃんとこうやって隠してんの。おっぱい見えちゃうから。いいんだよ、見えて。別におっぱい見えていいの。おっぱい見えたらダメだろ。別のここだけでいいのよ、隠すのは。なんなんならいらないんだけど、ね、おっぱい見えてる。ここもいらないよ本当は。だけど動画上色は隠しましょうねっていう配慮。うん。おっぱい。もういいって、おっぱい。おっぱいと思ってないから、こっちも。おっぱいだーって。おっぱい見えてるって思わない。思っちゃうでしょ。お前は思ってなくても見てる人は思っちゃう。思わないよ。おっぱい出てるよ、おっぱい出てる。一瞬おっぱい見えてるってなるって。ポロリじゃないから、それ。あ、ポロリしてるじゃん。ないから。ツイッターで切り抜き上がらないから。僕らのベストテッセポロリって。やばい、見えちゃう。いいって。いいっていいんだよ。だって見えちゃいけないと思ってんの。見えちゃう。恥ずかしいじゃないんだよ。恥ずかしい。写真撮ってもらう。お風呂入るとき電気消すタイプ、もしかして。写真撮ってもらって。あんま全部見られんのは。ビフォーアフター用、ね。そうよ、だから今、うん、これなっちゃうよね。ちょ、一回力抜こう。はい、はい。これです。はい。回って。うん。はい。ちょっと、あ、声、もう一回横向いて。肘をさ、下げれる？なんて言えばいいんだろう。こういうこと？ああ、そう、難しいのか。よし、こういうこと。あ、いやでもね、反りすぎるとね、ちょっと出ないから。そうそうそう、これはこれでだね。あ、いいかも、そんぐらいがいいかも。はいはい、オッケーオッケーオッケー。てせ、なんでちょっと谷間作ってんだよ。なんでクロス、なんで寄せてあげんの。なんでクロスにしたんだよ。寄せてあげんなよ。ちょっと待って、なんかちょっとそう見えてきたな。なんでだ、お前なんで、あれなんでだよ。ちょっとなんか、なんでそう見えるの。いやらしい気持ちにもなれるぞ、なんか。ならねえ。なんでだ。なんでよ。なんだこの現象。はい、正面まずい？え、なんかおっぱいって恥じらいのことなのかな。はい、正面。はい。だるんとしとくわ。うん。あんま、やっぱでも細いな。な、全然違うでしょ、俺と。はい、横。いいよ、行かなくて。
はい、後ろ。後ろ、もうちょっとあの、肘前に出せる。なんて言えばいいんだろう。その背中がさ、通常背中がちょっと普通になるような感じ。もう隠さなくていいのよ、あと。そう、あの、いや、それやっちゃうと不利よ。まっすぐでいいのよ。それやっちゃうと不利よ、テッセ。じゃあ、テッセ、不利不利不利。変わったのを見たいから、変わったのを見たいから、なんで筋肉、ちょっとかっこいいと思わない筋肉入れちゃうの。ちょ、もったいない。見せろって。もったいないって。もったいない。こう今普通普通、普通にして。普通にして普通。オッケーオッケー、はいはい。はい、取れました。これ勝つと思うぞ、俺。はい。あ、いいよ。だって痩せてるもん。おっぱいつくんだって、思う。なんかちょっと見えてきたもん。なんで見えてくんだよ、お前も。恥じらってるとなんか可愛く見えてくるな。ちょっとあの、このもらっていい？じゃあ俺いいって。俺はいいって。いや、これでも確かに。じゃあ俺はいいって。かくさまじゃあ今度も。じゃあ俺。俺も今人生でマックスで太ってるから、ね。いや、全員そうだよ、今。俺ら。一回ね。うわ、なんか、シオらしく見えてくるな。危ねえ。こんな刈り上げてんのに。爆乳じゃん。まだ脱いでない。爆乳。あ、うわ、カズキいいね。強そう。強そう。髪の毛で隠れてる。うわ、ちょっと待って。うわ、トラブルで見たことある、それ。髪の毛で隠れるやつ。どう？隠れてるちゃんと。隠れてる、隠れてる。めちゃくちゃ隠れてる。どう？映していい？どう、俺こうしたいの。こうやってどうしたっけ？こっちの方がいい。片手でやってくんない？こう。ちょっとね。こう。あ、これ。あ、どう？もう、ちょっとそうだし。あ、髪の毛長いしな。うん。いい？え、いいよ。え？しのごめ海じゃん。ちょっと何よ、カズキ。ちょっと、表情作ってんの何なん？やめてよ。ちょっと表情作ってる。やめてよ、ちょっと。誘わないでよ。誘ってるじゃん。あ、いいね。あ、じゃあこれでさ、カズキも1ヶ月後、ビフォーアフターやろう。何にもしなかったらこんぐらい変わんないのにの、申し訳ないけど前振りを欲しい。ちょっと横ももらっていい？横もいい？ごめんね、横ももらっていい？でかいね。顔と下合わないね。だってこれちょっと一回隠すよ。これほら顔だけで見たらピントが、ちょっとピントがこうするかな。あ、ほら本当可愛いけど、可愛いけど体でかい。でかい顔が。プロレスラーだってもう。太っちゃったね、もう完全に。太っちゃったね、じゃないよ。太っちゃった。めちゃくちゃ可愛いよ、顔だけにしたら。ちょっと待って、もうちょっと作らせて。可愛くなることしてほら。あ、ほんとだ。普通になんか、もう女の子よ。後ろも撮っとこう。ちょっと後ろか。ちょっと後ろ来て、そこなんかいい感じにしてもらっていい？ちょっとこれ一回映さないと。オッケーオッケーオッケー。よくしてほしいから、俺。自分のこと映してて。自分のこれ下ろせばいいってこと？いや、なんかいい感じにできないから、女の子っぽく。あ、女の子っぽく。広いな、背中。髪で隠した方がいいから、そしたら。背中広いな。いや、肩幅がやっぱでかいわ。髪、いつも後ろに。それどうなる？そうすると。うわっ！いいね。首見えるといいね。そうすると。あ、あれは？あの、こうさ。うなじ見せる感じは。あ、自分で持ってね。こうやって持って。ああ、いいね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 。ちょっと待って、これまだこっち行ってます。うん、OK、OK、OK。ちょっと待って。もうちょい、なんかね、上に上げちゃった方がいい。こういうこと？そう。もうちょい、なんか。ちょっとじゃあ、俺も最初顔だけで見せよう。目元から持ってる。この辺見せた方がいい。こうしたら、そう。OK？ この角度すごいよ。オッケー？うん、オッケーオッケー。行くよ？うん。ちょ、上から行くわ。で、顔だけ、あっ！うわっ！もうちょ、こっちから撮った方がいいかも。確かに、ちょっと。ちょっと、うまいことやってよ。なんか。うわっ！うなじが見えてるわ。あ、色っぽいわ。色っぽいわ。行くよ？うん。でかー！白っ。お父さんじゃん。大陸じゃん、もう。どう？でかいなぁ。いや、なんか合ってるかわかんないけど、こういう熟女の方いらっしゃるかも。どう？どうは、うわぁ！
いいね。あ、ほんとこれが一番わかりやすい。このこうしてたらさ、綺麗なのよ。ほんとだ。でかいのよ。でかいな。これ後で見な、和樹。このビフォーアフター。見てるもんだって、お風呂で。ちゃんと。でかい。いや、ちょっとやっぱみんなちゃんと。かっていいよ。あゆだっけ、あゆあゆやっとくから。うわ、いや、これが一番いいな、やっぱ。石垣ちゃんと楽しもうとしてんよな。すごいね、なんか。みんなで頑張ろう。頑張ろう。オッケー、じゃあちょっとこれで。なんで着てんの？確かに。寒かったから。ダメ。脱い、ちゃんと脱いで。ちゃんと脱いで。ちゃんと脱いでよ。俺もう映せないんだから、今自分の近く。YouTube で。脱いで、早く。で、脱いで、ちょっとです。なんでちょっと色っぽいんだよ。これ、これ、ここで、これ、あ、いいね。あ、いいじゃん、この二つ、二人、なんか。なんか、デビューした、なんかアーティストみたい、この感じ。けど、これが、下出ると、全然違う。手数が細いね。細い！なんか、でかくするし。まあ俺もちょっとバキバキにするか。まあ、ちょっとじゃあこれ頼むわ。俺も頑張るわ。うん。あ、じゃあ全員おのおの。うん。まあ俺らは対決だけど。そこは対決だけど。でも和樹変わんなくていいけどな。そんな。いやでもやっぱり、ちょっと変わってた方が。あ、おもろいか。うん。いや俺も今変わってる最中だから正直。こんなもんワンパンじゃん、マジで。うん。和樹。うん、やばい。絶対怒らしちゃダメだわ。うん。一発で俺乗されるわ。ちょっと2月頑張る。2月2月末って言ってたね。2月末。2月いっぱい。まあもう明日から2月でしょ。まあちょっと頑張ろう。頑張りましょう。もう、笑われたくねえんだよ。お腹の、この。いや、めっちゃおもろい。めっちゃおもろい。痛い。あ、痛いんだ。あ、ちゃんと痛いんだ。痩せてるから、やっぱ。じゃあ2月にまた会いましょう。また会いましょう。みんな頑張ろうね。頑張ろう。みんなも頑張ってほしい。確かにみんなも、コメントしてほしいな。何キロ減りましたとか。確かに。うん。私も1ヶ月間やりました。私もチョコザップします。チョコザップしよう。おのザップ。おのおので。おのおのの大ザップ？そう。おのザップ？大ザップしちゃってるし。バイバーイ。